ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。女子ソフトボール部ガタいいやつ、だいたいパンツ食い込んでる。はい、ということで、はい、本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいただけで分かる方と分かんない方がいらっしゃると思うんですけれども、はい、50m を走ってもらうんですけれども、はい、その中でシューズとスパイクどれだけ差があるのか、これ単純明快なんだけど意外とやってないですよ誰も。いやそうなんですよ、うん、いやシンプルに僕も気になってて、多分だけど短距離専門でやってる人は分かるとは思うんですけど、やってない人、シューズとスパイクの方が速くなるでしょっていうのはみんな多分なんかぼんやり概念があると思うんですけども、うん、実際本当にどんぐらい違うのっていうのは意外に分かってない人多いと思う、うん、もしくは速くなんないかもしれない。素人の方だったら、いやスパイクの方が速くなるでしょ、いやその説も嘘かもしれない。どんぐらいの差が出るんだろうって気になった企画です。基本的には普通は速くなる、速くなる、普通は速くなるはず。なるほどね。いやでもなんか本当に多分ぼんやりとしてて誰もやってない気がするんで、ちょっと僕で検証。いやいいと思います本当に。素人が、いやスパイク、素人じゃない、短距離はもう素人に近い感じです。僕も一応今日は素人わけで、いやスパイク履いたら速くなるでしょっていう概念がこの動画でひっくり返るかもしれない。もしかしたらバイクもシューズも短距離の専門の動きができてなかったら遅くなるかもしれない。ちなみに1個言っておくと、はい、大学時代、はい、僕もその 60m とかショートダッシュ結構やってきたんですけれども、シューズとスパイクで同じ力量で走ったことあるんですけど、はい、僕 0.01 から0.05 ぐらいしか変わんなかった。ショックだったかなり。ショックだった。それはめちゃくちゃ調子悪い時、めちゃくちゃショックだった。だからそういうことがあるんです。あるあるある。スパイク履いたから速くなるっていうね、概念にとらわれないでみんな生きていただきたい。参考までに、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、早速じゃあ、はい、シューズからやっていきましょう。よろしくお願いします。やっていきましょう。忍者り、はい、アイサーダッシュで行こうぜ。ちなみにさ、あの前 のドーピングのくだらない企画あったじゃないですか。いやそれは一応ボッツの予定なんで、あんま言わないでしょ。あすいません。あの時はさ6秒8ぐらいだったけど、はい、今どう、また今いや割と動き良くて、うん、今日あったかいし、なんでその障害ベストを出したい。障害ベストしたい。一応6秒4ぐらいなんで。4だ、昨日の爆風の時だよね。そう、うん、出なくても6秒4は出したいね。6秒4は高校生のスポーツテストの10点は出したい。なるほど、はい、6秒6を切っていくと。はい、で頑張ってください。ちょっと力んでるからね。本当今日力んでるから。やっぱ力んでる、力んでる、力んでる。本気でタイム狙いに行くとめっちゃ緊張する。あ、ほんと。なんか緊張しすぎてなんかどう行くか分かんないからちょっとで、これね、あの小学生の低学年が間違えますから、こうやってねこうやってますからね。かわいいよね。どっちか分かんないからちょっとマジで。シューズ、はい、50m 計測方法タッチダウン6秒72です。まあ、いや、いいっしょ。今までで一番よく見えた。あ、ほんと？うん。いや、なんかね、リラックスリラックスっていう声が聞こえて、なんか、そっからだね、自分の走りを取り戻して。そう。なるほど。まあでも、これはあくまで指標なので、はい、もうこっから、どんぐらいタイムが上がるか、もしくは下がるか、変わらないか。っていうところですからね、うん、今回はこの企画神だと思う。誰もやってないよ。早速入っていきましょうか。はい。はい、うわ、楽しみ。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで皆さん、今回YOSHIKIさんに入っていただくのが2020年モデルのクロノインクスになります。なんと、富士スポーツさんからね、頂戴しております。案件見たくないからやめて。あ、ごめん。いや、マジでかっこいい。いいね、リバースって、リバースじゃないけど左右で色違う。いやこれ学生の時見たら嬉しいよな、こんなんな、うん、なんかさ、うん、中学1年の時に地元のそのスポーツショップで、うん、こういうスパイクって一応短距離の上級者の人が履くスパイクじゃん、うん、スポーツショップの人に中学1年生で陸上部入りたてで、うん、わこれ欲しい。それが多分ね、このクロノインクスだったのか、なんかアシックスの当時あったタイガーパウみたいな。タイガーパウあったね。ちょっとどっちか忘れちゃったんだけど、うん、なんかそれ履きたいみたいな。あ、君はまだ履かないでもらっていいかな。でスポーツショップの人に言われたの？言われた。センスな、そいつ。言われて、そっからなんか短距離トラウマ。へえ、かわいそう。そんなこと言う人いるんだ。そう、言われたんだよ。うわー、なんかね、履き入れ、えぐい。えぐい。久しぶりっしょ。
いやなんか俺さ、もうなんかこの間のドーピングの動画あるじゃん、あれでもさ、もうなんか何言ってもしても信憑性なくなるんだけどさ。天気よく見える、めっちゃ天気よく見える。いやマジでこれ足入れた瞬間、うわもう絶対もう速くなるみたいな、これで遅くなるわけがないっていう感覚に陥る。ホールド感えぐ。あ、いいっすか、やっぱり。いや俺はね、黒のインクス好きだな。かっこいいっすよね。そしてやっぱり何より、そしてかっこいい。ほんといつも心配になるぐらいギュッギュッギュッするよねお前ね。あ、ほんと言いたくないよね。いやなんかこれが、いやマジでなんか速くなりそうになる。速くなりそうになる。いや、うわ待って、これめちゃめちゃかっこよくね。かっこいい、かっこよ。ちょっと一回流し、うわやばうれしそう、うれしそう。いやこれねやばいよ、スタートめっちゃ乗れる。乗れる、プロミス先行走った経験がありますけど、人生で2回も。そうだよ、片やその片方は戦後3分台で帰ってきますよ、ね、おおなんか短距離、おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん、リラックスリラックスリラックス、うん、いいよいいよ、これ来たんじゃない、やばいね。でもさっきのシューズの走りは本当によかったよ。本当、うん、いやドーピングの時と同じで、その気になってるだけなのが分かんないけど、マジで速く走れる気しかしない。あ、本当、ちょっと行くわ。行く、うん、リラックス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 、いいよ。よしきさん、これ速くなるでしょ。これは速くなるでしょ。なる？なるでしょ。なるか。さすがに冒頭力まない限りは速くなると思うよ。本当だ。力まないようにする。うん。じゃあ言って。あ、オッケーオッケー。うん、いやこれこれかっこよくない？ここみんな。ここめっちゃかっこよく歩くとき。この音がね、音がエロい。皆さん、あ、これ富士スポーツの案件でも何でもないんで、あの心配しないでください。でも一応あの興味ある方がいたら概要欄に一応貼っとくんで、うん、興味ある方がいたらぜひ見てみてください。いやマジかっこいい。素晴らしい。ダッシュで行こうぜ。結果発表。はい。6秒37。ええー。マジっす。結構自信ある俺。じゃあマジで。マジです。もうやめてください。すいませんこちらこそ。すいません。ありがとうございます。当たり前の検証結果が出ました皆さん。当たり前の検証結果出ました。でもね、スパイクになるとよしきさんすげえ引っかく癖出るんですよ、めっちゃ、はい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 、こうやってこれがいつもよりなかったですね今。あ、そう、うん、今までこういう走りだったのは自分でも分かってるんだけど、草野先生の動画だったり TKD のそのなんだろう、明日着地する動画を結構勉強はしてるわけじゃないけど、やっぱ見てるから勝手にその意識が働くというか、引っかくのってダメなんだ、そういう部分でなんか現れてるのかもしれない。なるほどね。この 100m 測っちゃう、いっちゃう、いっちゃう、次回11秒出してみた、タッチダウンで。いけるかな、いけるくない、3だったら。いや、吉木が11秒9出したら結構勝者、あの、クロネックスの株も上がる。確かに。やってみる。あ、やってみましょう、やってみましょうか。いいよ、やってみよう。検証結果、素人がスパイク履いてもやっぱり速くなる。やります、もう皆さんスパイクは自信を持って履いてください。それが戦後とか3000とかになってきたら、こうやって見たらアホみたいな人いるかもしんないけどね、戦後でクロネックスとか履く人もいるかもしんないけど、やっぱ基本的にスプリント短距離はかなりのサポートしてくれるんで、自信を持って履いてください。ドーピングの時もすごい俺は速いってなったんだけど、それよりもやっぱりめっちゃ速く走れるでしょっていう気しかしなかった。いい、プラスチック効果よりやっぱスパイクです。そう、はい、はい、ということで足が速くなりたいよっていう人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。